それでは問題。 N 枚のコイン C1、C2 から CN までがあって、それぞれの表の出る確率が P1、P2 から PL までになっている。つまりコインによって確率が違う、そういう問題だよっていうことだね。で、この N 枚のコインをバラバラと投げたときに、表が奇数枚出たら成功と、そういうふうに決めると。で、それに対して、カッコ1、2、3とちょっとずつ違った設定の問題があるんだけれども、まあ全部起きてる現象、つまり確率全化式に関しては、全部同じことになるので、先に、一般のこの表の出る確率、PK に対して、成功の確率、まあとりあえず WN とでもして、先に全化式を作っちゃおう。はい。で、ここの K マイナス1回目までって書いてるのはどういうことかというと、今問題自体は N 枚のコインを同時に投げるってなってるんだけれども、そうではなくて、これを考えるときには、コインを1枚ずつ順に C1 投げた、C1 投げたっていうふうに考えていった方が楽になるんだね。これ1枚ずつ投げても、同時に投げても、成功確率も同じになるから、自分の考えやすいように考えたらいいわけ。じゃあ今、C1 から K の、K-1 番目までのコインを投げた。でそうすると、そこまでの成功確率は W の K-1 になるし、失敗はこの四次乗なんで、1-WK-1 という確率になる。はい。で、もう一回、今度は K 番目のコインを投げた時の確率。で、その時に成功するのはどういう状況かなという、そこの確率の変化、推移を考えるんだね。そうすると、K-1 回目まで成功だった時に、もう一枚投げて成功になったということは、K 番目のコインは表だったのか、裏だったのか。これ、さっき成功してたのに、もう一回表が出ると、奇数が偶数になっちゃうから、そちらじゃないね。こちらの方は、裏が出ないと、ここからここには来れないわけ。裏の出る確率は、K 番目だから、これは、1-PK だけ。はい。で、失敗から成功に来るということは、K 番目のコインは表だったということなので、表の出る確率は K 番目のコインだから PK と、こういうことになるね。なので、得られる全化式は W の K イコール 1-PK かける W の K-1 プラスの PK かっこ 1-WK-1 と、まあこういうことになるね。はい。じゃあこの全化式を元にしてかっこ1を考えてみよう。かっこ1はこの PK が複雑な動きをするのではなくて、PK が常に3分の1という、まあそういう設定。で、この時に、要するにここの全化式を解きなさいという問題になっている。カッコ1の成功の確率は文字 X になっているので書き直して、XK イコールで代入していくと、1-3 分の1で3分の2、XK-1 プラスの3分の1かっこ 1-X の K-1 となるので、あとはよくある問題だね。3分の1 XK-1 プラス3分の1になるので、アルファに置き換えた方程式、アルファイコール3分の1アルファプラス3分の1を解いてあげれば、アルファイコール2分の1が
得られるので、それ使って変形して xk-2 分の1は3分の1括弧 xk-1 マイナス2分の1と、はい、こういうふうにしてあげる。あ、さっき言い忘れたことが、ここのところで成功確率を定義するときに、これ0回目っていうのはどうなるのかな。問題文には0回目の成功の確率は書かれていない、いないんだけれども、こちらの問題だと、この全化式だと W0、 つまり0回目、0回投げたら0枚だから、表が出る確率は、あ、表が出る枚数は0枚だから、そうすると最初の0回では必ず失敗している、つまり成功確率は0というふうにしておくと、そうするとこれは K イコール1の時でも矛盾なく成立するのね。はい、なのでこちらの方も X1 じゃなくて X0 から始めた方がこれ楽なので、解いてあげると、X の N 番目マイナス2分の1は公比が3分の1で、スタートを0番目にしておけばこちらの方は1個ずれるので N 乗になるね。はい、あとはこちらを変形してあげれば、はい、こんな感じで XA の求めることができるということで、カッコ1は以上。はい、それではカッコ2番。カッコ2は PK、 コイの出る確率が2カッコ K たす1分の1、つまり K が大きくなれば分母が大きくなるので値が小さくなる、表が出にくくなる、まあそういうコイの群れを考えましょうということなんだけれども、これね、すごく難しい問題なの。なぜ難しいかというと、先ほどの全化式、作った全化式、ここに引っ越しておいたんだけど、こちらの全化式、この PK、さっき定数だったので、よく見た形になって、めでたしめでたしだったんだけど、今回の場合だと、ここの W の K マイナス1の係数に当たる部分、そこからこちらの部分が K に依存してしまうので、さてどうしたものかな。まあ多くの受験生は、まあ、ここで詰まっちゃったんじゃないかなと思うんだけど、これもこの問題自体を見たことある人そんなに多いわけじゃないから、これも自分で頑張るしかないね。どういうふうに頑張るか、うん、なんかこれアルファ使ってなんとかならないかな、それをとりあえずやってみるしかないんじゃないかな。つまり、これを変形して、wk-α=1-2pk(w(k-1-α)。こんな形で、これがここに変形できたとすれば嬉しいよね。じゃあ、ここを変形できないかなということで、差を取ってみる。じゃあ、この米印と、じゃあ、シャープにする。この米からシャープを引き算して考えてみるわけ。そうすると左辺同士の引き算は WK がキャンセルされて、マイナスマイナスでアルファイコールで、右辺の方は WK マイナス1のかかってる項はキャンセルして消えるね。残ってる項を拾っていくと、米印の方では PK で、下の方ではマイナスアルファかけるここのカッコになるんだけど、マイナスが引き算でプラスになるから、プラスアルファカッコ1マイナス 2PK と、こんな感じになるかな、はい、でアルファがキャンセルされて0イコールPK の係数が1マイナス2アルファだから
1-2αpk。 つまり pk がどんな形だろうが 1-2α を α という定数を2分の1にすればこれは常に成り立つので、ということは α イコール2分の1にすれば米印がシャープに必ず書き直るってことだね。ということはこの米印の書き直しができることが分かった、つまり米印を変形すると WK-2 分の1は 1-2PK の W の K-1 -2分の1というものが一般に言えると、つまり PK がどんな形だろうかこれが言えるよということが分かったと。まあでもまだハードル高いね。ここに K が残ってて大丈夫なのと思った人多いと思うので、じゃあ全化式の基本に戻って K に順次 1,2,3 入れてったらどうなるかな、様子を見てみよう。 K イコール1入れておくと W1-2 分の1は 1-2P1×W0-2 分の1。続けよう。 K イコール2を入れると W2-2 分の1は 1-2P2W1-2 分の1となるんだけど、ここでよく見ると W1-2 分の1というのはここと同じだから、この赤の部分にはこれが丸々代入できるということで、代入すると 1-2P2 1-2P1 W0-2 分の1、これで分かったんじゃない？もう一回やると K イコール3について W3-2 分の1は 1-2P3W2-2 分の1で、 W2-2 分の1はこれと同じだからこれが代入できるということは 1-2P3 1-2P2 1-2P1 の W0-2 分の1となるから、これ繰り返していれば Wn これの掛け算で得られるよということで、WN-2 分の1は 1-2、 順番が入れ替えるとこかな、 1-2P1×1-2P2× だーっといって 1-2P、 あ、こういうのちょっと間違えやすいんで丁寧にいこう。 W3 の時には 2P3 で終わってるから WN だったら 2PN で終わっておけば大丈夫だね。はい、ということでこんな結果を得ることができた。つまり PK はどんな形だろうがこれで解けるということが保証されたわけ。じゃあ、これを使って括弧2を片付けていこう。はい、ではこちらのありがたい結論が出てきたので、あとはもう計算するだけだよ。括弧2番は PK がこういうふうに与えられているので、ここのドワーンとした掛け算の部分を計算するだけ。先に 1-2pk だね、一般の形でここの括弧の一般項を出してあげると2×k+1分の2分すると2×k+1-1 なので、2×k+1分の2だ。
終わりだからこうなって2がキャンセルされるので K たす1分の K となるからあとはここの部分を計算すると1マイナス2P1、 1マイナス 2P2 だらだらで1マイナス 2PN は最初は K に1を入れて2分の1、次は3分の2、まああとは予想つけよう。だーっといって最後は K に N 入れておしまいだから N たす1分の N。 なので斜めでこう消えてって1と N たす1が残って N たす1分の1だ、はい、よりこちらに入れて今求めるものは W じゃなくて Y なのでYN-2 分の1はドアーとかけたのがこれ N たす1分の1で Y0-2 分の 1Y0 はさっきと同じで0になるから YN は移行して2分の1かっこ1マイナスn プラス1分の1と、はい、こういうふうに簡単に求まったね。それではカッコ3、カッコ3はコインの出る確率が1枚目から n 枚目までは 3n 分の 1n プラス1枚目から 2m 目までは 3n 分の 2、 2m プラス1番目から 3m 番目までは n 分の1。まあ、そうなってるときに成功確率 Z の 3N、 これを M を無限に飛ばしたときの極限はどうなるのという問題。まず成功確率は先ほど得たこちらを使えば出るので Z の 3N-2 分の1は最初は 1-3N 分の 2、 1-3N 分の2、あ、同じだね。だから 1-3m 分の2、これが p1 から pm、 括弧が n 個並ぶわけだから m 乗、こうなるのよ。あと同じ m プラス1番目から 2m に対しては 1-3m 分の2倍になるから4だ。それのM 乗で最後は 2M プラス1番目から 3M 番目までは M 分の1の2倍になるから 1-N 分の2の M 乗。これでまず Z の 3M 乗を求めることができた。であとは M を無限に飛ばすんだけど、これは極限の知識がないといけないね。どういう極限の知識が必要だったかというと、こういうのもあったね。1プラス h 分の h 分の1乗、これを h を0に近づけるとこれが e に飛ぶよっていう大事な知識があった。一応証明しておこうか。どうしてこれが言えるのかというと、 fx イコールログの1プラス x というのを考えてあげると説明が楽だと思う。このログの1プラス x っていう関数、原点通るね。でこれの原点においての接線の傾きは f'x 二分すると x プラス1分の1なので f'0 1だ。だからここの
接線の傾き1、つまりこれは y イコール x っていう直線になるよね。で、ところで f' 0っていうのは元々の定義は何だったかというと、リミットの h が0に近づくときの h-0 分の fh-f0、 これ大丈夫かな。この点が0カンマ f0、 それに対してちょっとだけずらした h カンマ fh という点を取ってあげて、そこも結んだ直線、この赤の直線の傾きはこれとこれから x の増加量の y の増加量で表せるでしょう。でその h を限りなく0に近づけていけば、この点が原点に近づいていくから、それ結局接線の傾き微分係数の定義と同じでしょう。でよくよく見てあげると、ここの部分は h 分の fh だから6の1プラス h というふうになっているので、6の公式を使って h 分の1という係数が掛け算されていると思っておけば、こういうことになる。 h 分の1がここに来る。で、F0 の値が1であったから、この極限の値は1。ということは、このログの、この真数の部分ね、ログ取った値の極限が1ということは、ここの真数は E に飛ぶということだね。これが、こちらの一応証明。これ、公式扱いで構わないから、これ、答案作るときには、これいきなり使っちゃって大丈夫。ただ、こちらの証明は自分でできた方がもちろんいいよ。じゃあ一旦もこちらの証明はできたことにして、これを自明としてね、この z の 3n-2 分の1をこちらのごちゃごちゃっとしたのが、大体この形になってるね。大体というのは、m を無限に飛ばせば、3n 分の2、大体0に飛ぶね。で、これ無限上。だから1たす0の無限上、1たす0の無限上っていうのがここの極限の形だよってことは頭に置いておかなきゃいけない。じゃあ整理して結論に行こう。はい、それでは先ほどのこの極限が得られたので、カッコさんの続きをやりたいんだけど、先ほどちょっと間違いがあったので修正。 z の 3n-2 分の1、これ掛け算した後に一番最後忘れてたので、 z0-2 分の1が、掛けられてる。で、これに対してこれを3つ見ていくと、まあ、大体3つ同じ形になってるので、一般化して一発で片付けたいな。つまり 1-n 分の α の n 乗、この形が3回かけられてるっていう風に見ると早そう。こっちは α イコール3分の2、3分の4、2っていう風にいっぺんにできそうだね。やってみよう。α大なり0に対して、この 1-m 分の α の m 乗。これを上が使える形に変形していこう。プラス h にしたいんで、1プラスカッコマイナス m 分の α。で、こうしておいて、で、この肩につくのはこの h の逆数が乗っててほしいから、マイナス m 分の n の逆数だから、マイナス α 分の m 乗。で、これは公式を使うためにやったものであって、左と右は辻褄が合ってない。中身はいいね。指数を合わせて辻褄を合わせればいいので、M にするためには、
マイナスアルファ乗でいいね。はい、これでおしまい。 M を無限に飛ばす話をしてるんだけど、 M を無限に飛ばせばここのマイナス M 分のアルファというのは0になる。つまりこれを H と見ているわけだけれども、そうするとこの部分大括弧の中身は E に飛んでマイナスアルファ乗という形になる。なので Z の 3M 乗マイナス2分の1の極限は M を無限に飛ばすと、一つ目はアルファが3分の2なので E のマイナス3分の4乗に収束する。次はごめんなさい、これ3分の2だね。これマイナス3分の2で、次は E のマイナス3分の4乗、そして E のマイナス2乗でかけることのマイナス2分の1なので、マイナスが前に出て2分の 1E の指数を足せばいいから、マイナス3分の6マイナスマイナス2マイナス4乗だね。ということはマイナス2分の1両辺に2分の1足していいんで、 Z の 3M 乗は M を無限に飛ばすと2分の1括弧1マイナス E のマイナス4乗と、はい、というふうに求めることができたね。はい、ということで、こちらの問題は以上。